皇子様、これはただの俗務です。お手を煩わせるわけには。大丈夫だよ、ただ単に他にも用事があるだけだから。これで大金が手に入る。この地で商売ができなくなったとしても、これさえあれば遠方でやり直せるだろう。ですが旦那様、借金の方はいかがなさいますか？それは今返してもらうよ。誰だ？旦那様、お逃げください。何を借りようとも、それは避けようのない借りとなる。リーウェではこれを転業地義というらしいね。ファデイじゃと？どこから入ってきよった？誰かおらぬか？勘定茶室のおもてなしを見せてやれ。興味をそそられる相手じゃないけど、まあ軽い準備運動にはなるか。予想外の収穫でしたね。このような俗物が数年前から所在のわからなかった近畿滅却の札を持っているとは。債務を回収するのが仕事だろう。何を隠していたかも気づけないなんて職務怠慢じゃないの。申し訳ありません、お力になることができず。もういい、さあ行くよ。はっ。